はいどうもじゅんじゅんです。今回はラピッドトリガー搭載の最安キーボードドランクリアの G65 を紹介していきたいと思います。ということで今日も動画見ていただきありがとうございます。今回はキーボードの話題なんですけども、正直、価格がバグってます。もうなるべく安くラピトリが欲しいという方はぜひチェックしてみてください。ということでまずはお値段から紹介していきたいと思います。価格はなんと今予約価格だったりクーポン発行されていて、そういうのを使うとですね、キーキャップありが約12,600円、キーキャップなしがだいたい11,700円となっております。これ時期を過ぎてしまうとこの予約セールみたいなのがなくなってもうちょっと高くなっちゃうんですけど、だいたい15,000円以下ぐらいでラピトリ搭載のキーボードが買えてしまいます。この価格設定は正直やべえと思ってしまったんですが、もちろん値段なりに若干チープになってしまっているっていう部分もあったりするので、そちらも紹介していきたいと思います。ということでお次はですね、外観を見ていただきたいと思います。まずはケースカラーなんですけども、プラスチックのケースになってます。この辺はねさすがにアルミじゃないんですけども、自分は白を提供もらったんですが、特にこう指紋が目立つとかテカテカしてるとかそういった安っぽさはないんですが、普通のプラスチックケースっていう感じはあります。ただ一応ですね、これ 65% ではあるんですが、探せばケース交換もおそらく可能かなと思います。お次キーキャップ、こちらは ABS 樹脂のものが使われております。ABS としてはそんなにね、白ではあるんですけどテカリはあんまり目立たないかなと思います。個人的にはキーキャップなしのものを買って自分でね PPT キーキャップというものを揃えてもらう方が見た目だったりとか打鍵音打鍵感が良くなるかなと思います。全体的にね見た目とかに関しては正直、値段相応かなっていう感じはあるんですけども、頑張ればねこの辺交換とかキーキャップを簡単に変更したりもできるので、見た目に関してはそんなに気にするところではないかなと個人的には思います。続きまして打鍵音や打鍵感を話していきましょう。まずは音を聞いていただきたいと思います。ということで打鍵音、正直その辺の1万2万のゲーミングキーボードと遜色ないかなという感じがあります。ABS のキーキャップなのでコトコトっていう音よりかはカタカタ系のちょっと軽めの音ではあるんですが、こだわる人はこの上にルブをすることによってなかなか抑えられるかなと思います。そして打鍵感の話もしていこうと思うんですが、これまたですねエペプロとかウーティンよりデフォルトのこう打鍵感は上です。これ提供だからとかではなくしっかりとした理由があります。まず1つ目、このキーボードの底面プラスチックではあるんですけど、このね足の部分残念ながら高さ調節はできないんですが、ここがですね若干こうへこむというか沈む構造になってます。これのおかげでこう衝撃打鍵の衝撃を吸収してくれて打鍵音を抑えたりとか打鍵感をもうちょっとこう柔らかくしてくれるっていう仕組みになってます。なおかつエペプロとかウーティンよりもスイッチの構造がグッドなんですよ。こちらですねエペプロとウーティンとはまた違ったスイッチのメーカーというか構造になっています。まずこのステムというですねキーキャップがはまる場所、ここがボックスステムというものになってます。これ何なのかっていうと、もうシンプルにこの十字の部分にカッコみたいなので囲ってあるんですよ。これがあることによってキーキャップが片付かないっていうですねメリットが得られます。これによってねこうキーがスッて落ちてくれる感覚があるので余分な力がいらないとか、あと片付きが抑えられるんで打鍵感も良くなるし、なおかつこういう磁気系キーボードって片付くと、0.1 ミリとかで作動してしまうのでどうしても誤入力とかが増えたりするんですが、この片付きが起きにくいおかげで誤入力が極限まで抑えられるというね構造になっていたりします。あとは中の構造も若干変わっていて、ウーティンエペプロは中にびっくりするぐらいぶっと磁石が入ってます。それがですね磁気、磁石で検知されて押される仕組みなんですけども、こっちのドランクリアとかのものに関してはもっとこうちっちゃい磁石が入ってます。なおかつバネもね太さが全然変わってくるので、この辺でまた打鍵感のね違いっていうのが生じてきます。といった感じでしっかりねブレが少ないスイッチを使っていたり打鍵感が吸収できる構造になっていたりとですね、安いながらにめちゃくちゃ考えられてるっていうものに
なります。お次、肝心のラピッドトリガーだったり操作感の話もしていこうと思います。まあ、まずちょっとこの辺の性能について軽くご紹介しておくと、アクチュエーションポイントは最短で 0.4 ミリから調整が可能 でラピッドトリガーの方は最短で 0.2 ミリからとなっております。まあ、性能的には正直ウーティンや APEX PRO のちょっと廉価版というか、あいつらはほんと 0.1 ミリから調整が可能だったりするので、そこと比べるとね、やっぱちょっと値段相応な感じはあったりします。まあ、こちらのラピッドトリガー、正直説明するのが大変すぎるのでめちゃくちゃ簡易的に説明すると、バロラントや CSGO みたいな立ち止まらなきゃいけないゲームで、まあ、なるべく最短でめちゃくちゃ短時間で立ち止まって射撃をすることができます。普通のメカニカルキーボードだと止まるまでにどうしても若干のラグがあるんですが、それをもっと短縮できるっていうのがラピッドトリガーになります。で、実際操作感として実感できるのかどうかっていうところをお話ししていくと、まずアクチュエーションポイントというね、キャラクターの動き出しとかに関わる部分に関して、まあ大体 0.3 ミリほどの違いがあるんですが、 0.3 ミリあると正直違いは感じます。まあ、やっぱりどうしてもこの 0.3 ミリの違いっていうのは大きいかなと思います。ただ自分としては結構 0.2 とか 0.3 の深さで使うことが多いので誤入力したくないんで、まあ、そこと比べるとそんなにね違いはないかなと思うんですが、やっぱりもう最短の数値で比べると若干ね操作感に違いは出ます。で、お次、ラピッドトリガーの方の操作感について違いがあるのかと、まあ、大体ここが 0.1 ミリぐらい差があるんですが、正直ここに関してはゲームプレイ中はほぼほぼ分かんないと思います。射撃演習場とかでチョンチョンチョンって押してようやくこう分かるかなぐらいの操作感の違いには正直なってます。なので気にするのであればアクチュエーションポイントの方かなとは思うんですけども、まあ、やっぱ1万円ぐらいは違ってくるので、その辺の性能差っていうのはわずかながら、まあ、廉価版みたいな形にはなっております。ただし今結構まだ主流なメカニカルキーボードと比べると圧倒的にメカニカルよりもやっぱりこういう磁気系のキーボードの方が、まあ、バロラントでいうと1歩2歩とかね立ち止まるのが早くなるので、その点ね廉価版とは言いますがメカニカルよりも圧倒的に性能が上だと思ってください。お次、ラスト、個人的にちょっとまあ気になった部分をお話ししていこうと思います。ソフトウェアがまず日本語非対応というのと、今のところまだ海外からの輸入という形になるのでちょっと英語苦手だなという人はハードル高いかなと。ソフトウェアはちょっと日本語はしばらく対応はしなさそうな感じではあるんですが、一応ねしばらく経つと日本の Amazon で取り扱う予定はあるんじゃないかなと思います。まあ、ただ一応ね英語わかんなくても、自分もそんなに英語わかんないんですけど、パッと見で何をするかなんとなくわかる感じはします。まあ、なのでちょっと購入のハードルだけ若干高いかなっていう感じはしています。ちょっと Google 翻訳とかで頑張りましょう。2つ目、やっぱりちょっと値段の差っていうのは、まあ、どうしてもまず見た目の部分でケースがプラスチックなのと、あと ABS キーキャップなので、その辺ね高級感といったものはあんまり感じられないかなと思います。で、性能差に関してはやっぱり APE PRO とかウーティンと比べてしまうと少し性能に差は出てくるので、その辺ね、まあ、許容できるというか、この性能でも大丈夫という人はドランクリアの方が全然値段も安いんで合ってるかなと思います。ということで今日も動画を見ていただきありがとうございました。今回はドランクリアの G65 を紹介させていただきました。まあ、まず普通に値段がバグってるなというお話ではあるんですが、まあ、性能だったり見た目に関してしっかり許容できるよという人はですね、めちゃくちゃいいキーボードになるのでぜひ購入を検討してみてください。ということで今日の動画が参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。